慎吾もね、ちょっとね、親不孝もいいとこだで、ゆきちゃん。うん。私ね、あれだで、自動車税払ってねえから。5月31日だよ。いくら経っても払わねえ。うん。ねえ。県民税も払わねえ。あとね、電話のお金来たのよ。7万いくら。それとね、弁護士代が10万だって。ね。私ね、今日ね、自分の生活費、郵便局のあの子に30万やりました。30万。ね。だからね、私言ったんだよ。あのね、悪いけど、払ったらちゃんと領収書持ってきてって。領収書持ってきてって言ったんだよ。ほいでね、私が電話しといた、郵便局に。こうしたらね、子供さんの運転免許証があれは下ろせるって言われて、こうしたらね、印鑑が違ったんだって。取り来たんだよ、あの子が。印鑑がね、うん。だからね、私も頭がもうね、ポーってなっちゃってんのよ。慎吾には金取られる。こっちは酔っ払い。誰を頼っていいかわかんない。自分はクタクタ。ね。ひどいと思わない。親のお金。私が生活するお金だよ。ね。でも親としてね、自動車税なんて5月31日まで払うお金。いつまで経っても払わない。私恥ずかしいです。ね。恥ずかしいよ。ほんで県民税はね、一期がね、7月1日な。ほいでね、慎吾に渡したんだかなんだかないんだよね、一期がね。二期はあるんだよ。二期は9月。9月に払う。それは持ってる。一期がないんだよ。ほいだから慎吾に言ったの。役場行ってね、支払いの紙がねえけど、ね、あの、なくても払えるんじゃねえっつうから、じゃあ払ってきて、領収書をちゃんと持ってきてねって私言った。ほいでも返ってこないんだよ、まだ。ねえ、印鑑が違うって、ね、取り返してきた。それも私心配なんだよ、お金が。そうでしょ。すごいでしょ。あのね、電話代が7万いくらなの、7万。うん。おいで、自動車税が4万いくらぐらいかな。県民税も結構高いよ。うん。ほいと、弁護士料だって、弁護士が10万だって、30万だってよ。私、自分のね、自分の生活費からやりましたよ。うん。片っぽには金取られるわ。おじいは酔っ払うわ。踏んだり蹴ったりだよ。ね、こんな悲しい女いるかなと思って。自分が体が大ごとなのに。ね、ひどいでしょ、これは。ひどいよね。もうどうでもいいと思って。かわいそうだよ。とりあえず電話しようよって。そうなん。年寄り金払いたがる人多いからねって、うん。だってさ、自分の子が迷惑かけてればどうしようもないじゃん。だって自動車税ってさ、5月1日だよ。今日いくつだと思う？ 7 月だよ。またナイス手伝ってもらいましょうってね。ナイス手伝わないよね、あの子ね。手伝うんだったら多少はやるけどさ、手伝わないで親のね。ね。年金だって取られたんだから。年金をね。年金12万ぐらいになっちゃったんだよ。でもあれからさ、もう2回経ったから入ってると思うけどね、年金もね、12万ぐらいになっちゃった。
200万ぐらいあったよ年金。みんな取られちゃう。りそな銀行の分配金も100万貯まってたのに7万ぐらいの残して全部取られた。だから300万取られたよね、この間。こんなことばっかりだよ。こんな子いるかなと思って。岩瀬さん、体調どうですか？あ、しばちゃんおごと。精神的に参ってる。慎吾はちっとも働く気がない。ね、すごいでしょ。男は酒飲んで、テレビ飲んで、見て、でね、あっちこっちふっくるげて待って、私どうしていいかわかんねえよ。はい、1年で300万。そうですよ、アスカちゃん。妖精さん、苦労してるね。本当だよ。本当に大事だね。ゆきちゃん、そうだよ。せめてさ、自分の支払いぐらい支払わなくちゃ。それが人間だね。そうじゃないね。あ、そうなん。そうそうそう。ポケカで大損したんだって。だから金がねえ、見てよ、今。金がねえんだよ。だから親にね。でも自分で言ってたで。よっちゃんが払ってくれるって言ったんだよね。俺払ってくれって言わねえよねって言った。今日。確かに私から言ったんだよ。だって私じっとしてる間にいて。ねえ。自動車税なんてさ。5月1日に払うもんだよ。親はイライラするよ。あ、払ってくれとは確かに言わねえんだよ、あの子。自分からは。でも私ね、もう頭がおかしくなっちゃう。だから言ったん。私が払うからって。自分で言った。確かに。信号払ってくれとは言わなかった。でも私嫌なんだよね。バッとキリがつかないと。そうでしょ。で休むべきだねね、もう精神的に参ってるからさね。確かにね、あの子は払ってくれとは言わないよ。私に払ってくれって言わない。でも私を放っとけないたちなのよ。吉江さん自身が払わないとってね、思っちゃうのよね。慎吾さん帰ってきました。まだまだ帰ってこない。あ、メガホンありがとうございます。ありがとうございます。あの子はね、払ってくれとは言わないよ私に。性格だから仕方ないのかってね。私ね、もうイライラしてくる。だからね、5月31日のがまだ払ってね、聞いたんですよ前。こいつは払ったって言うから安心してたん。ああよかった。じゃああと県民税だけだなと思ってた。おいたらさ、3日ぐらい前か。ここにね、あるからハサミで剥ぎったら、まだ払ってねっつうが分かった。あんたまだこれ払ってないね。払ったって言ったよねって、私責めたよ。嘘を言ってるから。やだよね、5月31日の払わないなんてね。ほんで県民税もね、あれだよ、一期が7月1日なもうね。でもね、7月20日まで払えるみたい。コンビニで20日までで電話して聞いたの。7月20日で20日まででもいいんですかねって言ったら、いや、もしあれだったら、なるたけ早く払ってもらった方が、って、役場が言ったんだよ。だからね、だから私も我慢できなくて、あ、いいよ、私が払うから、って、もう嫌なんだよね。払っちゃえばさ、忘れられる、全部。頭の中がね、もう渦が巻いてる、いろんなことで。渦だよ。そうでしょ。渦が巻いてますよ、私。ね。私、嫌なんだよね、きちんと払わない人って。何でも。
そうでしょね。あのナルトの 渦じゃないけどこれですよ。もうほんで払ってね、領収書を持ってこった。ほいで私に持ってきてみせろって。そうすればもう忘れられるじゃん、自分の金は減っても。それでもいいと思う、うん、いつまででもね引きずってるんが嫌。ほいでさ、そういうもん払わないでさ、コイン買ってんだよね。なんていうの、ピットコインじゃなくてなんとかコインっつうの、ああいうの買ってるんだよ。安くなったからそれをまた買ったっつってたよ。何金使ってんだろうね。安くなったんだって、下がって、これでまた買ったっつったよ、そういうのコインを。私に今日言ったよ。上がったらいいねって。そうだよね、うん、なんか安くなったから買ったっつうんだよね。でもさ、そういうの買う前にさ、買う前にだよ、自動車で払うべきじゃない？自動車に乗ってて5月1日に払うやつだよ。もう7月ですよね。そういうの順序が違うんじゃない、金の使い方が。そう思わない？ピットコインじゃない、ルナコインぞ、ルナ、うん、そんなピットコインなんて有名なんじゃない、ルナコインって言ってたよ、うん、ね、順序が違うでしょね、うん、自動車で払って、そういうもの払ってから買うんじゃない、余った金で。違います？そうでしょ。